聞き耳立てチャンネル新コーナー、まさきのこんなものを買ってみた。さあ始まりました。聞き耳のボーカル長尾まさきです。いやー、それにしても寒くなりましたね。こちらは北海道は道東にあります中標津町から、お届けしているんですけども、寒くなりますとやはり、ドライバーさんもですね、エンジンスターターをこうかけてからの出勤とか、そんな方がね多いんじゃないかななんて思うんですけども、以前からですね、まさきくんちょっと一つ悩みがありまして、エンジンスターターって基本のプラスチックでできてるじゃないですか。でそのプラスチックの、このキーとつながる部分、ホルダーの部分がですね、割れちゃったんですよ。実際にあるんですけども、こちらになりますね。こちらエンジンスターターのここの取り付け部分がですね、割れちゃって、キー あのホルダーにくっつかないという、状況になってしまいまして、これかなり前からなんですけど、本当に冬になったら、お恥ずかしい話、エンジンスターターリモコンですね、どこに行ったかと、もう探して探してやっと見つけて、そしてエンジンをかけて、そしてまたいつの間にかあれどこ行っちゃったんだろうみたいな、このエンジンスターターのリモコンが入るようなケース、ちょっとした入れ物、しかもキーとこうちゃんとこうホルダーにくっつくような、そういうものがないかとずっと今までですね、もうねこのね 4,5 年ぐらい検索してたんですけどね、出てこなかったんです。でやっとですね、1週間ぐらい前ですね、運命の出会いがありました。やったー。今まで小物ケースとかで検索してたんですね。小物ケースで検索したらダメだったんですよ。小銭入れケースと検索したところ出てきた商品がこちらになります。ででーん。さあ見てください、見てください。これね、長さ8センチぐらい、これ種類がありまして、これ8センチと6センチがあるんですけど、そしてこのね、エンジンスターターのリモコンがですね 7.5 センチあったんです。 7.5 センチあったので、ちょうどこう入るんじゃないかと、思いましてね、思い切って購入したところ、もうぴったりですよ、ぴったり。そしてここにこれ上の方に引っ掛けれる部分がついているので、これで、車のキーとくっつけれるっていうのはね、実際くっつけてみましょうか。ここにちょっと鍵があるのでね、ここにこれこんな感じですね。こんな感じで、そうなんです。どうですか、これでリモコンもうなくすことがないっていうね、いいでしょこれ。これちなみにね、いろんな種類があるんですけどね、そしてこれはね、本革になってます。本革 でこれ実際入れてみましょうか。入れてみましょう。チャックについてなってましたね。でこれ入れて、入った、ほら接続、ドッキング完了、これでもうねなくすことがない。でこの今回のこの小銭入れですね、もともと小銭を入れるものなんですけど、その他印鑑を入れたり、あと USB を入れたりとか、そういうね、ものも入れれるみたいですね。そしてこれちなみにですね、実際使ってみたところ、これもねエンジンスターター基本ね、こうチャック開けて出さなくていいんです。横からねボタン押せるんですよ、ここにね。もうボタンの場所が大体ね、分かってるので、あここだみたいなね、そうそれでもうエンジンかかっちゃうんです。いちいち出さなくてもいいというね。どうですかこれ。でこの一つ思ったのが、今回僕はこのエンジンスターターのリモコンを入れたいなって思ってこれを買ったんですけど、そう考えるとですね、横幅がもうちょっとあってもよかったのかな、 0.5 センチぐらい。
そうそう、縦の長さもね、あと 0.5 センチぐらい長かったらいいかなみたいなね。いやそれでも十分まあ入ってる、うん、入ってますね、ちょっとでもね。ほら見て、ほらこれでもうなくさない。あのちなみにね、ゆみちゃんにねこれね見てもらった時にね、あのこれウインナーみたいだねって言われてしまいましたけども、でもこれかっこいいでしょ。これね種類もねいろいろあるんですよ。色の種類はね5種類ぐらいありました。うん、ブラックとかネイビーとか、うん、これがなんかオレンジなんちゃらっていうねなんか色なんですけど、ちなみにお値段は1780円、ね、うん、ブランド名が、京都おかげさまでというブランド名となってます、ね、ちょっと変わったお名前ですけどもね、皆さんちょっと気になるっていう方はね、ぜひとも検索してみてください。